演劇っていうのはもともとはその芸能から発生したというか神楽みたいなものでしょうかね。劇場には必ず神が宿る場所があるんだと。でそこにまず俳優の身体というのは対峙していかなければいけない。超越的なものと我々との間で通信するためのツールみたいな側面が、それが結果的にそこの場に集まった他の人たちにも何かのエネルギーを波及させていくみたいな、我々にとってはまさに借景のようにあそこに富士山があるので、神が宿る場所でそこに向かって対峙していくっていうような、そういう意味合いっていうのがこの舞台芸術公演と富士山との間にはまああるかもしれない。